いやー、夏のトップスといったらやっぱりポロシャツは欠かせないアイテムだよな。 T シャツに比べると襟がついてるからなんとなく上品に大人っぽく見えるから1枚あるとすごく重宝するんだよな。でもポロシャツってなかなか難しくて失敗するとおじさんに見えるんだよな。誰かイケオジに見えるポロシャツコーデを教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、イケオジに見えるポロシャツコーデ徹底解説というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭のですね、小芝居にもあった通り、ポロシャツって便利なんですね。襟がついているのでどこかですね、シャツっぽさも漂いながらも半袖なので T シャツと同様に快適で、初夏から夏にかけてめちゃくちゃ便利なアイテムかなと思うんですね。まあ、ポロシャツはメンズファッションにおけるですね、ベーシックアイテムとして、まあ、昔から皆さん愛用しているかなと思うんですが、まあ、それがゆえにですね、ちょっと古臭いだとかおじさんっぽく見えてしまう可能性もあったりするので、結構難しいアイテムでもあるかなと思ってるんですね。ただそんなポロシャツも最近はですね、割とこう現代の雰囲気にマッチしたようなバリエーションも増えてきたので、まあ改めてですね、注目されているんですね。ただ街で見かける多くの男性を観察してると、ちょっとおじさんっぽく見えるポロシャツコーデの方が多いかなと思うので、今回の動画では最近改めて注目されているポロシャツの大人っぽく見えるですね、着こなし方をしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。まあ、目指せイケオジということで、ポロシャツをおじさん見えじゃなくて、ややトレンド感漂うような形で着こなす方法をですね、お届けしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。今回ですね、僕の私物のポロシャツを何枚か持ってきています。どれもですね、今年購入したもので、割と今の空気感を取り入れたものになっていますので、まあ、そういったリアルに買える商品もご紹介しますし、じゃあそれをどのようにコーディネートに落とし込めばいいのか、このあたりまでしっかりと分かる動画になっていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的にイケオジに見せるためのポロシャツコーデを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はこちらです。というわけではなくてですね、NG コーデからまず見ていただくのが分かりやすいかなと思うので、街で時々見かけるようなですね、ちょっとポロシャツコーデを再現してみましたが、いかがでしょうか。我ながらですね、いい感じに仕上がってるかなと思ってるんですが、まずはポロシャツから見ていきましょうか。割とサイズ感で言ったらベーシックなポロシャツかなと思っています。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、これ M サイズですね。まあ、これがいわゆる普通のポロシャツのフィッティングかなと思います。まずは袖ですね。割とですね、短めなんですね。ですがこれぐらいが通常のポロシャツだったかなと思います。腕の関節よりもぐっと短めで、袖のフィット感も割とタイトめですね。で、身幅もですね、割とこれタイトになっていて、着丈はまあ通常からちょい長ぐらいの感じになっていると。まあ、このようなサイズ感のポロシャツはちょっとおじさん見えするので注意が必要かなと思います。まあ、後ほどちゃんとですね、現代的なポロシャツ着ていきたいなと思ってるんですが、もう少し身幅にゆとりがあったりだとか、袖丈が長かったりだとか、現代のトレンドをうまくミックスしたような少し緩さのあるサイズ感のポロシャツが最近は増えていますので、そういったものの方がいいかなと思います。あと危険なのは色ですね。結構ポロシャツの中で僕が危険だと思うのは白だとか、あとはグレーのような明るめのカラーですね。ちょっとそういった色だとおじさんっぽく見えるのと、あとは赤だとかオレンジだとか紫だとか、割とはっきりとした色合いですね。このあたりも結構ポロシャツとしては難しい色合いなのかなと思っています。あとはシンプルなポロシャツだからこそ、ディティールで差をつけるようにですね、こういったまあ、袖の部分だとか、こういった首元にですね、トリコロールカラーですね、このあたりを取り入れているところですね。まあ、これもですね、ちょっとおしゃれに見えるかなと思いきや、子供っぽく見えたりだとか、大人の男性に雰囲気が合わなかったですので、ちょっと難しい要素かなと思います。あとはこの胸に入ったロゴですね、このあたりもですね、ちょっとしたワンポイントとして良さそうなんですが、僕はない方が大人世代には似合いやすいかなと思うので、一つのですね、 NG コーデの事例として見ていただきたいなと思います。まあ、合わせ方次第で全然見せ方は変えられるかなと思うので、ポロシャツ自体に罪はないんですけども、ちょっと大人世代には似合いづらいかなという感じはします。まあ、それに対してボトムスですね。まあ、今回合わせてるのがですね、これ何分丈って言ったらいいんですかね、ショートパンツよりは長いんだけども、ロング丈のパンツよりはちょっと短めというですね、6分丈ぐらいのボトムスですかね。まあ、このようなものもですね、昔
昔は履いてる方は結構多かったかなと思うんですね。まあ、ちょっと快適な感じはするんですけども、やや子供っぽく見えたりだとか、おじさん見えする可能性があるので、こういった中途半端な丈感のボトムスはなかなか難しいかなと思います。後ほどですね、ちゃんとボトムスも含めて皆さんに OK 例もですね、お見せしたいなと思うんですが、ベージュとかブラウン系のパンツとか、丈が中途半端なものはなかなか難しいかなと思うので、これをですね、一つの NG コーデだと思って覚えておいていただきたいなと思います。ここからですね、具体的に OK コーデをですね、いくつかお見せしたいなと思うので、着替えてみたいなと思います。それでは早速、行ってみましょう。よいしょ、ということで着替えてみましたが、いかがでしょうか。先ほどのですね、ポロシャツコーデの着こなしをですね、僕自身も見てみてですね、だいぶ雰囲気違うなと我ながら思うわけですね。まあ僕はファッションが好きでいろんな着こなし試しますが、あんまりファッションに興味なかったら、ああいった感じの自分もいるんだなっていうのをですね、再確認したわけなんですが、まあもしですね、僕がポロシャツコーデをするのであれば、まあこのような着こなしが大人には使いやすいかなということで、まあ実際に皆さんにも解説をしていきたいなと思っています。まずはですね、先ほどのポロシャツと比べていただきたいのはサイズ感ですね。まず袖の部分を見ていただきたいんですが、今着てるのはですね、今季のビューティー&ユースのオリジナルなんですが、袖丈もですね、腕の関節ぐらいの長さになってるんですね。先ほどはもうちょっとグッと短かったと思うんですね。袖が長い方がカジュアルな印象にはなるんですが、だけども二の腕を隠すことができるので、意外と綺麗な雰囲気も漂うかなと思います。あとはフィット感もですね、少しゆとりがあるので、ここゆとりがあった方が実はですね、そのコントラストで腕がちょっと細くですね、スマートに見えるので、意外とだらしなく見えることもないかなと思います。あとは身幅に関してもですね、少しゆとりを持たせています。このあたりもだらしない感じではなくて、大人の余裕を持たせたような雰囲気で、僕はこれぐらいでもいいかなと思います。で、裾の長さはそこまで大きく違いはないんですが、全体的にはちょっと丸みのあるようなサイズ感になってくるかなと思います。で、素材に関してはニットポロということで、先ほどのベーシックなコットンのポロシャツに比べると少し上品な大人見えするような感じですね。このあたりがやっぱり使いやすいかなと思っています。で、色に関しましては、先ほどはですねグレーを着ていました。ホワイトだとかグレーのような明るめのカラーのポロシャツはなかなか大人世代にはですね引き締まらないので難しいかなと思ってるんですね。一方で似合いやすい色としてはブラック、ネイビー、ダークグレー、この3色だなと僕は思っていまして、ポロシャツが持つちょっとクラシックでおじさんっぽさをですね、色をギュッと引き締めることでバランスよくシャープにまとめるのが鉄板かなと思っています。ちょっとレトロな感じがあるですねニットポロなんですが、現代的なサイズ感のおかげで今っぽく気軽に着ることができるかなと思っています。で、このポロシャツの下なんですが、まあ素肌を見せるような着方もいいかなと思うんですね。僕はですね、個人的には下にですね、こういったボーダーのカットソーを取り入れながら少しですねカジュアルさを足すのが好きなので、まあこういった形でですねアクセントをつけていただくのもいいかなと思います。で、ボトムスに関してはですね、今回はデニムスラックスみたいなものを合わせています。色で言うとインディゴブルーなんですが、ブルーとグレーが混ざったような色合いなので、ブラックのパンツよりは少し色の違いが出るので、結構デニムスラックスみたいなものが合わせがしやすいかなと思います。いわゆるですね、通常のブルーデニムだと失敗するとカジュアルに見えすぎてしまうので、このようなデニムスラックスみたいなセンタープレスが効いているものだと、より大人世代には似合いやすいんじゃないのかなと思っています。で、丈の長さに関しても先ほどは何でしょうね、6分丈ぐらいだったんですが、こちらはまあフルレングスですね。ちゃんと長さがあるものを合わせた方が大人世代には圧倒的に似合いやすいかなと思うので、丈の長さに関してもある程度注意が必要かなと思います。あとはちょっと前だとですね、8分丈ぐらいですか、これぐらいくるぶしが見えちゃうようなパンツもあったんですね。これもちょっと古く見える可能性があるので、まあ短くするのであれば 9.5 分丈でギリギリくるぶしが見えるぐらいまでがいいかなと思うので、まあそのあたりもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。で、足元なんですが、先ほどはキャンバススニーカーみたいなものを合わせていまして、少し子供っぽい印象ではあったんですけども、今回はちょっとですね初夏から夏にかけて活躍するようなレザー系のサンダルを合わせています。まあここ数年ですねトレンドアイテムになっているグルカサンダルのブラックを合わせていますが、まあこれですね結構賛否両論があって、好きな人と苦手な方が分かれるんですね。ちょっと軽快な感じを出したい、なおかつトレンド感出したかったりだとか、大人っぽさを出したい方にはグルカサンダルがバチッとはまるんですが、まああえてですねここは白系のレザースニーカーですね、このあたりで綺麗めにまとめてもらうのも全く問題ないかなと思います。なので一応2択で出してありますので、
お好みの方でコーディネートを組んでいただければなと思っています。まあ、このような形で、まずはポロシャツ自体の選び方ですね。明るい色ではなくて濃い色を選ぶということ。あとはサイズ感ですね。少しゆとりを持たせて、大人の余裕を出すということですね。そこと、あとはコーディネートですね。まあ、ベージュとかブラウン系のパンツは結構やぼったく見えがちなので、まあ、今回はですね、デニムスラックス。カジュアルなアイテムなんですけども、色落ちが強く出てなくて、センタープレスが効いてるものは意外とですね、こういったポロシャツとの相性がいいので、まあ、ぜひこういったものも合わせていただきたいなと思います。あとはグレー系のイージーパンツとかでもハマりがいいので、まあ、そういったもので対応してもらうのもいいかなと思います。足元に関しては白レザースニーカーかグルカサンダルみたいな、ちょっとトレンド感あるようなものでも合うかなと思うので、このあたりさえ間違わなければ、大人のポロシャツスタイルはまず失敗することがないかなと思うので、一つ目のコーディネートとして、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて二つ目のポロシャツコーデを皆さんにご紹介したいなと思います。一つ目のコーデは、割と綺麗めな雰囲気でまとめてあったかなと思うんですが、今回はちょっとですね、テック感溢れるような着こなしに、あえて振ってみましたが、いかがでしょうか。まずはですね、ポロシャツのご紹介です。これは最近購入したものなんですが、アーバンリサーチのですね、ソロテックスという生地を使った、ストレッチの効いたですね、ポロシャツですね。まあ、これを合わせています。まあ、サイズはですね、M を着てるんですが、先ほどのニットポロに比べるともう少しゆとりを持たせているのがこちらのポロシャツになるかなと思います。袖丈もですね、腕の関節よりももう少しだけ長めになってますし、袖のですね、このフィット感もややゆとりがあります。まあ、全体的に身幅もですね、少しゆとりがあって、割とこう丸みのあるようなシルエットになっていますね。で、素材使いもですね、ニットではなくてソロテックスを使った化繊の素材使いなので、どこかですね、シャープでテック感溢れるようなですね、見た目になってくるかなと思います。僕の中ではこのようなポロシャツをテックポロとですね、呼んでいるんですが、いわゆるベーシックな大人っぽいポロシャツではなくて、スポーティーな雰囲気ですね。そういったポロシャツも意外と大人世代には似合いやすいですし、今っぽい雰囲気はですね、気軽に出せるので、これは使い勝手非常にいいかなと思います。個人的には一つ目のコーディネートよりも、こういったちょっとラフなですね、ポロシャツのコーデの方が、自分のリアルなスタイルには近いかなと思ってるんですね。内側に白 T を着て少しだけ覗かせながら、その上にですね、こういったテック感のあふれるですね、ポロシャツを着るだけで上半身は完成します。これ今気づいたんですが、サイドにもポケットがあるんですね。このあたりのですね、機能性というところもまさにテック感というところでまとめられるかなと思うんですが、非常にこれ使い勝手良さそうなポロシャツだなと思っています。で、色がですね、ダークグレーなので、それに対してボトムスはブラックを合わせてみましたが、結構ハマりがいいんですね。僕は黒パン愛好家なので、まあ常にですね、ブラックのパンツを履くんですが、それに対しても上半身ダークグレーだとモノトーンでバシッとはまるので、すごく合わせがしやすいかなと思うんですね。まあ、ポロシャツというおじさん見えするアイテムでも、色数絞ってシャープに見せると全くですね、おじさんっぽく見えないので、まあ、このような着こなしがすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。で、足元に関してはですね、ちょっとこうカジュアルなポロシャツスタイルなので、まあ、スニーカーでまとめてみました。今回はグレー系のニューバランスを合わせることで、まあ、テック感あふれる着こなしにうまく調和させる形でですね、足元もコーデしてみましたが、いかがでしょうか。まあ、このようなコーディネートも意外とですね、外遊びの際なんかにもガンガン使えますし、 T シャツ1枚よりは襟付きなのでちょっと小綺麗さも漂いますし、なんせ機能性の高い素材なのでラフに着やすいというところも含めて、なかなか今っぽいコーディネートができたんじゃないのかなと思っています。一つ目の着こなしのような綺麗めな方が好きな方もいらっしゃれば、もうちょっとスポーティーなものが好きな方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、僕自身もこちらのコーディネートの方が割とリアルに近いかなと思いますし、まあ、見ている方の中にも結構二手に分かれるかなと思います。まあ、特に40代中頃以上の方であれば、ちょっと綺麗めな一つ目のですね、ポロシャツコーデの方がハマるかなと思いますし、まあ、30代から40代前半の方でちょっとアクティブにですね、着こなしを楽しみたい方にはこういった着こなしもハマるかなと思うので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思います。ちなみにこのですね、ポロシャツであれば、下今ブラックのパンツでロング丈ですが、実はこう短パンのスタイルとしても相性がいいので、ちょっとですね、ボトムスを変えてもう一パターンお見せしてみたいなと思います。はい、ということで短パンに履き替えてみましたが、いかがでしょうか。まあ、このような形でロング丈のパンツもいいんですけども、こういったちょっとテック感あふれるようなポロシャツには意外と短パンも合うんですよね。これ僕もですね、試してみて意外といけるなと思ったので、今年の夏はこういったスタイルも楽しみたいなと思います。まあ、そもそもですね、40代になってから短パンっていうのはなかなか難しくなってきたなというのを実感してるわけなんですが、とは言ってもですね、夏はめちゃくちゃ暑いので、まあ、うまく活用したいなと思います。
思うわけですね。まあそんな時にも短パンに T シャツ1枚のスタイルもいいんですけども、それよりはちょっとこういったポロシャツのように襟がついてる方がまだ大人っぽく見えるかなと思うんですね。なのでポロシャツかける短パンという着こなしをしたいわけなんですけども、意外とですね、一番最初の NG コーデに出てきたような割とタイトなですね、普通のポロシャツと短パンってめちゃくちゃ相性悪いんですね。すんごいおじさんっぽく見えるので、これはやめた方がいいかなと思うんですが、このような少しこうゆとりのあるようなテック感あふれるですね、ポロシャツと短パンの組み合わせは結構相性がいいので、まあ、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思います。まあ、今回はですね、2年ぐらい前に購入したビームスがグラミチに別注かけたショートパンツですね。少しだけ裾幅がですね、広いようなゆとりのあるですね、黒の短パンに合わせてみました。そして足元に関してはですね、スニーカーとサンダルの中間ぐらいの位置づけのものですね。僕はもうこのシリーズが大好きで、今年2足目を買ってしまったわけなんですが、ホカオネオネのホパラ2というモデルですね。こちらを合わせています。まあ、夏のスタイルって結構ですね、使ってるアイテム数が少ないのでシンプルになりがちなんですね。なので足元は白レザースニーカーみたいなすごくシンプルなですね、スニーカーを合わせるよりは少しボリューム感があったりだとか、ややアクセント要素になるようなものを合わせた方が僕はバランスがいいかなと思ってまして、今回はホカオネオネのですね、ちょっとポッテリとしたシルエットのサンダルとスニーカーの間ぐらいのものをですね、取り入れてみました。まあ、色もですね、シャープなのでそこまでこうカジュアルになりすぎないので、このようなスタイリングもですね、結構大人世代には使いやすいかなと思っています。また改めてですね、短パンコーデに関しては語りたいところいっぱいあるので、動画を作りたいなと思うので、まあ、ぜひそちらを見ていただきたいなと思うんですが、まあ、このような形でテック系のポロシャツには短パンも合うというところもですね、ぜひ皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では目指せイケオジということで、ポロシャツのですね、具体的な着こなし方を皆さんにですね、しっかりめに解説をさせていただきました。まあ、ポロシャツというベーシックなアイテムであっても、やっぱり年々変化してるなというのをですね、僕自身実感してるんですね。サイズ感だとか素材使いだとか、あとはですね、襟の形だとか、こういったものも僕がですね、 YouTube を始めた5年ぐらい前と比べても明らかに変化してるなというのを実感しています。まあ、僕たち大人世代は定番的なものが好きで、一度買ったら長く着がちかなと思うんですね。ですが最近はファッションや時代の流れの変化もですね、早いので、まあ、3年ぐらいをめどにですね、改めてアイテムを入れ替えたりだとか、まあ、自分の中でのベーシックな着こなしというのを見直してみるのがいいかなと思います。まあ、今回ご紹介したポロシャツですね、サイズ感ちょっとゆとりがあって、ニット素材だとか、あとちょっとテック感あふれる素材だとか、まあ、そういったものも含めてですね、だいぶおじさん見えしないようなポロシャツというのがですね、市場にも増えてきてるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、まだそういったものを持ってなかったら1枚買い足してですね、今年の初夏から夏にかけてポロシャツコーデ楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめにちょっとマニアック気味にですね、解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問にお答えしながらですね、ワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をですね、ほぼ毎日皆さんにお届けしています。僕も記事を書いてますし、僕以外の専門家だとかプロもですね、記事を書いてくれています。また参加者の皆さんもですね、気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方はですね、概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。